眼下の獣は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第5シリーズ第2話、エグゼクティブプロデューサー兼筆頭脚本家のスティーブン・モハットが執筆し、BBC1 と BBCHD で2010年4月10日に放送された。本作では、タイムトラベラーの異星人11代前ドクターと彼の新コンパニオンのエイミー・ポンドは遠い未来に到着し、 スコットランドを除くイギリスの巨大な文化的人工物を輸送するために建設されたスターシップ UK に乗船する。当時の人類は危険な太陽フレアにより居住不能となった地球から脱出して宇宙船で生活していた。しかしドクターとエイミーは船の政府が船を先導するスターホエールを秘密裏に拷問していることを発見する。スターホエールを解放することは 船に乗っているすべての人間を死なせることになると信じられているのだった。本作ではエイミーが初めて地球を離れた旅の様子が描写され、彼女がどれほどドクターにとって重要な存在で、彼がどれほど旅のコンパニオンを必要としているかが示された。本作は第5シリーズの第2制作ブロックの一部として2009年秋に撮影された。b b c と BBCHD での視聴者数は842万人で、放送された週では5番目に多く視聴された番組となった。批評家からは一般に好意的な反応を受け、スミスとギランの相性を称賛する声も多かった。しかし、想像力に富んだコンセプトが多すぎたため物語の結論が満足なものではなかったとする意見や、本作の発するメッセージが、 以前ほど強いものでないとする意見もあった。本作では太陽フレアが原因で29世紀に地球が放棄されたと主張された。これはクラシックシリーズの宇宙の箱船やザ・ソンタランエクスペリメントに共通するプロットである。劇中でリズ10は・ジュはドクターが以前にビクトリアやエリザベス1世及びエリザベス2世以来イギリスの君主と出会っていたことに言及した。 リズ10はパンドリカが開くにて52世紀のロイヤルコレクションへの侵入者と対峙する形で再登場した。エイミーが調査した作業員のテントはマグパイ電気店の正面に位置していた。マグパイ電気店の初登場はシリーズ2のテレビの中に住む女である。また本作は時空間の裂け目というストーリーアークを引き継いでおり、エピソード終盤で スターシップ UK の側面に時空の裂け目が出現していた。本作はドクターのコンパニオンであるエイミー・ポンドの重要性を示すことが意図されていた。エグゼクティブプロデューサー兼筆頭脚本家のスティーブン・モハットは本作をドクターのコンパニオンとしてエイミーを紹介するものとして執筆しており、初めて地球を離れて時空を冒険する彼女の姿が描かれた。 エピソードのクライマックスにおいて、ドクターが最良の策として、スターホエールを安楽死させようとする間にエイミーは、より人道的な別の解説策を思いついた。この展開は大きな過ちとして、ドクターの記憶の中で際立つものとして考案された。また、この展開でドクターはコンパニオンを必要とせざるを得ず、エイミーが彼にとって、いかに重要な存在であるかが示された。 眼下の獣は第5シリーズの第2制作ブロックで制作された。本作の台本の読み合わせは2009年8月20日に行われた。ディズ10のバッキンガム宮殿でのシーンは同年9月22日の夜にポートタルボットのマーガムカントリーパークで撮影された。宮殿にはオランジェリーの内装が使用された。クライマックスの舞台となったロンドン島の部屋はニースアビーで撮影された。 スターシップ UK の産業通りはマンヒラーットの放棄された工場で撮影された。工場は脚本にもファットが記した詳細な説明に合致するようアート部門がデザインを施した。ギランはセットで感じた驚嘆の感覚を初めて通りに感心したエイミーの行動に落とし込んだという。スターホエールの下のセットはアート部門にとっても演者たちにとっても挑戦的であった。 スタンドコーディネーターによるガイダンスを受け、スミスとギランは短く滑り落ちてから約1.8メートル落下することが求められた。ギランは撮影の中でこのシーンが最も奇妙だったと主張した。宇宙空間に浮かぶエイミーの足首をドクターが掴んでいる冒頭シーンでは、ギランはグリーンスクリーンの前に置かれたターティスの上にワイヤーで巻き上げられ、送風機で宇宙にいる効果が生み出された。 ディズ10役のソフィー・オコネドーと政府交換、放送2役のテランス・ハーディマンの両名は本作とは別にドクター風に関連する役を経験した。オコネドーは以前にオンラインフラッシュアニメスクリームオブ・ザ・シャールカにてシャルカドクターとして知られるもう一人の9代目ドクターのコンパニオンであるアリソン・チェーニー役を演じていた。ハーディマンは後にビッグフィニッシュプロダクションズのオーディオ・ザ・ブック・オブ・ケルズで キングストリックの声を担当した。眼下の獣は、イギリスでは2010年4月10日に BBC1 で初めて放送された。当夜の視聴者数は非公式ながら BBC1 で640万人、BBCHD でのサイマル放送では3万人に達した。これは放送当日の番組の中で最高視聴者数を記録したことを意味する。 タイフシフト数値を加算すると、BBC1 での視聴者数は793万人、BBCHD では49万4千人に、達し、トータルで842万人に上った。2010年4月11日で終わる週では5番目に、多く視聴者された番組の称号を獲得し、イギリスの全チャンネルでも11位にランクインした。本作のアプリシエーションインデックスは86で、あった。 日本では2015年6月4日にアクスンミステリーにてレギュラー放送枠では初放送となった前話は11番目の時間に続いて直後に放送された。眼下の獣は11番目の時間やダーレクの勝利及び特典映像とともにリージョン2の DVD で2010年6月7日に発売された。2010年11月8日には完全版。 第5シリーズ DVD の一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター風入ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。本作はテレビの批評家たちから広く肯定的なレビューを受けた。タイムズ誌のアンドリュー・ビレンは本作に5つ星を与え、マット・スミスの気まぐれなドクターやソフィー・オコネドーの演技、 エピソードのコンセプトを賞賛した。しかし彼は、ドクターがタイムウォーのことを良くないこととして流したシーンに言及し、モファットが他のファンほどタイムロードに興味がないのかもしれないと懸念を示した。メトロのケース・ワトソンは、ドクターとエイミーの関係の掘り下げを称賛した。ガーディアン氏のサム・ボラストンは、未来のイギリスと現在のイギリスが一致していると、 指摘し、エイミー・ポンドが大好きだと告白もした。SFX 氏のラッセル・ルウィンは、眼下の獣に星5つのうち4つ星を与え、とても満足だとした。特に彼は、主役2人の演技と、コンパニオンとしてのエイミーのキャラクター作りを称賛し、脚本と会話も、高評価した。ガーディアン氏のダン・マーティンは、彼は、生体解剖に反対するメッセージが途中で、 失われてしまったようだともコメントしたものの、単に、スターシップ UK に来訪するだけでなく、登場人物の関係をテストしたことがよく、働いたとして、物語を褒めた。彼は11代目ドクターが10代目ドクターとは、対照的に、非人道的な素質を持っていることを好評化し、本作を5段階でイオンとした。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、 本作のスターホエールを救う展開について感動も、せず感覚をくすぐられもしなかったと述べ、大人向けというよりも子供向けだったゆえに、輪の中に入れなかったと感じた。しかし、彼は、スミスとギラン及びソフィー・オコネドーの演技を称賛し、本作に登場するロボットである、スマイラーの創作も高く評価した。イグンのマット・ウェールズは本作に対して、より複雑な意見を抱き、 10段階で7と評価した。彼は本作のアイデアについては他の番組がシーズン丸ごとをかけてやるような素晴らしく想像力に富んだものだと考えたがアイデアが調和していなくて全体として満足できるものではないと思い狂気的なアイデアとアクションの混合に対して効果的に響いてはいないと結論した。 アイデアが膨大に存在したためキャラクター作りが貧相であったともウェールズは指摘しており、特にリゾ・ジューとスマイラーがそうであったとした。しかし、彼はスミスとギランの相性を称賛し、モファットの考えたセリフについても爽快だと評価した。2013年2月にモファットは眼下の着物について自身の書いたエピソードの中で最も気に入らないものだと述べ、ぐちゃぐちゃだと表現した。 ありがとうございます。